皆さんこんにちは。指揮者の木村光太郎です。今日はこちら福岡市中央区にありますサンセルコにやってまいりました。ここにはですね、福岡ではすごく有名な音楽スタジオキーコンさんが移転、そして新しくですねオープンされましたスタジオ。そしてこのですねキーコンさんの全面協力により、今回はオーケストラの録音撮影を行っていきたいなと思っております。何を収録するかと言いますと、木村カンタービレでもたびたびご紹介させていただいております桜は咲いているという曲をですね含む全4曲ある交響詩組曲桜、これをですね全曲収録していきたいと思います。なんとも桜は咲いているは全4曲からなる曲なんですね。今回はこの収録の模様をダイジェスト版でお届けしたいと思います。それでは VTR スタート。ちょっとね、さっきも思ったけどちょっと歌を食っていくんで、まあそれだけ注意して、あのね、タン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 のパターンが2回ともはもっとこうヘビーにお願いします。ファゴットとコントラバスでいきます。 B から3、4。あ、そうそう、そういうパターンだけど、タータララーラ、不定詞部分ちょっとカットしてもらって、タパララーラで、もうちょっとだけそちらのニュアンスが合ってもらえたらもうハッピーエンドです。もう皆さん B お願いします。 B ですね、いきます。 One, two, three.
いかがだったでしょうか。ヒーコンさんの全面協力のもとに実現いたしました今回の収録。僕もこの木村カンタービレで初めて皆さんに指揮をしている姿を披露することができて、ようやく良かったなと思っております。それではですね、この桜の前編はまた次回ですねご披露させていただきたいなと思っておりますので、皆様引き続き楽しみにお待ちいただきたいなと思っております。最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。